作家です。太鼓です。二人合わせてカップルチャンネルです。パリー、今日は札幌で雪まつりが行われているので二人でデートに行きたいと思います。イエーイ。俺行かない。なんでよ、あんたも一緒に行くの。わかった。それじゃ行きましょう。レッツピース。わあ、すっごい雪像、大きくて立派な松茸ね。タッカ、一緒に写真撮りましょう。うん。あ、すいません。はい。写真撮ってください。あ、わかりました。じゃあポーズは食べてる風のポーズにしよう。うん。いただきます。はい、チーズ。あー、おいしいね、タッカ。いやー、それにしてもすっごい立派な松茸ですね。これ、松茸じゃなくて、おちんちんです。え、これ、松茸じゃないの。はい。私、先っぽ食べちゃったじゃないの。恥ずかしい。もう、先に言ってよ。もう、紛らわしいもの、作んないでよ。ちょっと何してるんすか。壊れちゃったじゃないですか。知らないわ、そんなの。ちょっと行くわよ。すいません。何なんだ、お前ら。わあ、すっごい。タッカ、見てこれ。カップルの私たちにぴったりの鉄道ね。すごいね。うん。ちょっと警備員さんに写真撮ってもらいましょう。うん。すいません。はーい。お願いします。ここで写真を撮ったら永遠の愛で結ばれるんですって。はぁ、永遠の愛？なんでお前と永遠の愛に結ばれなきゃいけないんだよ、こっちへ。ちょっと何してんの。何してんのよ。こっちへ来てよ。写真撮りましょう。あ、じゃああそこのカメラ撮ろう。うん。はい、チーズ。ちょっと大事な競争に何してくれるってんだお前。いや、今こっちが押したんですって。言い訳するな。言い訳するってあんた、こんなもんで、ね、ちょっと待て、落ち着け。一日あればすぐできるでしょ。行くわよ、タッカー。何なんだお前ら。わあ、すっごい。これ高いもんじゃない。うん、そうだわ。すごい。ちょっと記念写真撮りましょう。でもその前に大子、俺伝えたいことがあるんだ。何？僕と結婚してください。え、はい、お願いします。指出して。あれ指太いな。あれ小指も入んない。あれ、あ、もういいよ、タッカ。気持ちだけで嬉しいから。覚えて。いいの。ちょっと大子、目つぶって。うん。これってキス？こんなロマンチックなキス、最高だわ。気持ち悪い。帰ろ。タッカ、目開けるよ。あれ？どこ行った？ふざけやがって。命を吹き込むでざます。怖いな。ちゃんと光の部分出してきてるんだ。うさんくせえ。おお、すごく。あとヒゲかな。あ、そうだ、ヒゲが3本ずつだね。